帝国。帝国は以下の二つの意味で使用されている。ヨーロッパにおける帝国の概念は、ローマの命令が実行される範囲といった意味で、用いられた共和制ローマ時代のローマ帝国に由来し、帝国を意味する英語とされる、エンパイアの語源もラテン語のインペリウムである。インペリウムは当初は命令権、統治権を意味する語であったが、後に、インペリウム、 命令権の及ぶ領域という空間的な意味をも持つようになっていった。インペリウムという語は、後の帝政ローマやフランク王国、神聖ローマ帝国などでも使用された。一方、ドイツ語ではインペリウムに相当する固有の語がなく、個々の、州、ランドや、領域、ステートより、広い、国を意味する来ヒ、の語が、空間的インペリウムを意味する語としても代用された。しかし、 ライヒは、ラテン語では、インペリウムと区別されていた、レックス、王から派生した語で、その規模や権力に関わりなく一人の王が統治する範囲を等しく、イヒと呼ぶものであって、ラテン語で、インペリウムとは、区別されていた王国の意味で主に用いられているという点で、英語の、エンパイアとは大きな違いがある。漢字における、帝国は和製漢語である。中国において、 帝国の子は、隋の王通とその弟子による文中史の中に、戦国の教国は国を兵で治め、春秋五派は国を知恵で治め、三代の王は国を仁義で治め、五帝は国を恩徳,徳で治め、三皇は国を無意に治めたと現れるが、これは現代に伝わる帝国とは明らかに異なる語である。現代の中国語で用いられている帝国の子は、世紀頃に、 日本より輸出された語であり、例えば、清を最初に大清帝国と呼び始めたのも日本であった。日本における帝国の用語は、上記の中国の文中史の和国本が江戸時代中期に出版されたことより、日本の蘭学者が訳語として使用した可能性が高い。1713年、聖徳三年の荒井白石による祭壇遺言の時点では、インペラトルを 一級王や、三角と表記しているが、帝国という用語はまだ見られない。1789年、関西元年のく木摩まなによる大西予知図説には、オランダ語のカイザーダム、現代オランダ語では、カイザーウシュに対して、帝国という訳語が使用された。オランダ語のカイザーダム、カイザーの国は、コニングダム、ケーニングの国と対比される語で、帝国を、 皇帝の国とする意味も、この時に生み出されたものと考えられる。まもなく、帝国の子は、カイザーダムとは由来も概念も異なる英語のアンピールの訳語としても用いられるようになり、ここに、カイザーダムとアンピールという二つの異なる意味の語が合わし、日本独自の帝国なる概念が誕生した。ただし、西洋における帝国及び皇帝の概念は日本における帝国や、 皇帝の概念とは根本的に理念が異なり、帝国あるいは皇帝といった訳語には議論がある。何を帝国と呼ぶかは語源、文や立場、各国語間の翻訳などもあり、様々な見解や要礼がある。帝国の語について、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーは、一つの組織によって制御される複数の国や、州の集合体と説明し、ウェブストル、S。 インスイクリピーディックアナブリッジのディクショナリーは、皇帝、または、他の強力な統治者や政府によって支配される。通常は単一の王国より、広大な範囲の地域や人々の集合体と説明する。これらの説明によれば、連続した領域の単独による支配に限らず、植民地帝国のように母国から遠く離れた複数の領域の支配も含まれる。比喩的な用法では、 帝国の語は多国籍企業などの巨大企業や一人または複数の指導者により支配される政治組織などにも使用されている。また帝国の語は帝国主義や植民地主義、グローバリゼーションなどの概念とも関連付けられて使用されている。帝国主義の影響は現代の世界にも存在し続けている。また帝国の語はしばしば 圧倒的な支配状況に対する不満の語としても使用されている。帝国の政治構造は以下の2形態に対別することができる。前者は直接的な政治的支配により大きな利益が得られるが一定の守備対応の軍備を要するためさらなる拡大には限界がある。後者は非直接的な支配により利益は少ないがさらなる拡大のための軍備が可能である。 領域的な帝国は連続した領土の場合もあるが、正解権を得た海洋帝国は少ない労力で広大な領域も可能である。帝国は通常は王国より広大なものを指すが、何を帝国または王国と訳すかは各国互換で時代や観点にもより多くの議論がある。また、帝国を目指す動機となる普遍性への熱望は結果として征服となり、 非植民地側にとっては外地や列島、二島に転じる。このナショナリズムの公用や競争は複雑に関連し、さらなる拡大への強烈な要因となる場合もある。以下の記載では歴史的、一般的に帝国と呼ばれているものを記載する。帝国であるための主な要件は、である。より簡略には、前者は複数の国にまたがる。または、 通常の国より広範な後者は複数の民族を含むなどとも表現される。帝国の支配体制は複合君主制や複合君主制を代行する俗州総特制あるいは連邦的な文献支配によって特徴を付けられる。帝国には明確な境界線がないため、その支配は単一の国家を超えて無制限に膨張しようとする傾向がある。そして帝国が 周辺地域への拡張を続けるならば、新たに取り込んだ周辺地域によって帝国にはさらなる多様性が再生産される。ローマ帝国、新生ローマ帝国、イギリス帝国、中国の小王朝などが典型的な帝国である。一方、中央政府が明確な領域内で軍隊や警察といった物理的強制手段を独占する一元的支配は国民国家と呼ばれて、 帝国とは区別される。近世、近代以降に誕生した皇帝を君主号として国号を帝国とした国々のほとんどは分類上は帝国ではなく国民国家である。アメリカ合衆国を意図せざる形の帝国と呼び、その強大な力ゆえに世界全体に影響力が波及している。現在、アメリカ合衆国は全ての海洋を掌握し、 世界の貿易システムを方向づけている。帝国とは国家の存続要件を次々と満たしていくうちに最終的にアメリカ合衆国やローマ帝国のように強大な力を持つ。大半の国は国家の存続要件や戦略的な目標を満たせるほど国力やそれを裏打ちする地理性、領土を持ち合わせていない。例として日本は太平洋を支配することで 海上交通路を確保できるが、アメリカ合衆国は、すべての海洋を支配することを大戦略上の目標にするので、日米の利害は衝突する場合がある。など、その国の地理性や隣接する国によって、国家の行動は制約される。アメリカ合衆国は、太平洋と大西洋の両方に面する北米を、領土とし、アルフレッド・セイアー・マハンが提唱する海洋を制する。 ものが世界を制するという海洋戦略を推進し続けている。市場そのものが強大な力を振るい、国を解体し、企業国家が成立するという予測がある。これは超市場主義と呼ばれ、市場が再現なき利益の追求を開始し、テクノロジーの進歩と並行し、競争率や超格差社会、さらには移民の到来や紛争などの要素が加わり、市場が 隅々まで利益を吸い上げるシステムを構築する。個人は発展途上国などの消費力の弱いそれでも、その消費力に合わせた価格の商品が生み出され、株などの金融商品もそれに含まれ、世界全体にその市場が網羅される。格差社会は激化していくうちに、貧困層が保守性に傾くようになり、社会階層を参照競争率が激化することで、 人材はプライベートを圧迫され、より高度な職業能力を獲得するために強要に咲く間が増大していく。社会不安の増大も相まって、娯楽産業と保険業界は格差が激化し、他の業界での消費が落ち込む中でも、最も成長率が高い業界になるという。実質的には、帝国ではない比喩的要望としては、独裁国家、中央集権国家のほか。 政治的な一人の人物や集団によって支配される多国籍企業などの巨大企業や国家的または地域的な政治的組織、アテない海上帝国とも例えられるデロス同盟などを指す場合もある。ウラジービル・レーニンの帝国主義論やマルクス・レーニン主義によるアメリカ帝国主義論などはこの流れである。古代の帝国はある特定の民族を中心に 他の文明や宗教を巻き込み、大きな領土を持つ国である。代表的なものには、アッシリア帝国、アケムネス・アッサ、ペルシア帝国、アレクサンドロス大王の帝国やローマ帝国などがある。ただし古代の国家名称やその君主号は、多くの場合は、後世の推定であり、異論もあり、さらには役は、一定していない。紀元前2300年頃、サルゴンが悪化度を創始した。 少なくとも最初期の峡谷であったと考えられるが、ここでいう帝国とは、資料から読み取れる領土を指してのことであり、アッカドがどういう国であったかは詳しいことは分かっていない。世界最古の帝国といった場合は、アケムネス・アッサ、ペルシア帝国、もしくはアッシリア帝国を指すことが多い。ウン馬のルガルザゲシュが覇権を握り、下の海から上の海まで、それぞれペルシア湾。 地中海の領土を獲得していた。サルゴンは、ウルザ・ババ王に仕えていたが反乱を起こし、やがては、ルガルザ・ゲシュを破り、覇権を握った。サルゴンは、世界の王を称し、後のサルゴンの孫ナラムシンは、遠征を繰り返し、領域を最大に広げ、地方領域の王と名乗ったことが知られている。サルゴン登場後から、アッカドゴが、歴史に登場するようになり、 ナラムシンの遠征の記録が残っていることから、アッカドが強大な国であったことは確実だが、正確な領土の範囲は分かっていない。サルゴンが倒したルガルザゲ仕様の領土も議論があり、下の海から上の海までの範囲が本当ならば、サルゴンが仕えたウルザババ王は、彼の族王ということなる。後に、グティジンが侵入し、シャルカリシャリ王を最後に滅亡した。グティジン侵入後は、 誰が王で、誰が王ではなかったかと言われる暗黒の時代を迎える。だが、近年の研究により、悪化度滅亡の原因は、内部崩壊によるもので、グティジンの侵入は事実であるが誇張を含むという説が、一般的になりつつある。悪化度滅亡後のメソポタミアは、グティジンの王が支配していたが、ウッドヘガルが反乱を起こし、グティジンの追い出しに成功する。この後、 再び都市国家間の戦争が活発化する。時は流れ、紀元前1800年頃、アムル人のスムワブムがバビロンで王朝を開く。その後、彼から数えて6代目の王であるハンムラビーが、全メソポタミ地域を統一する。歴史的にイスラエル王国と関わりがあったため、旧約聖書にも敵として名が登場するソロモン王子後に、 北南に分裂したイスラエル王国は、紀元前721年にアッシリアオーサルゴン2世によって、イスラエル王国が滅ぼされている。南は、ユダ王国。当時のメソポタミア地域では、教国が乱立していたが、やがて、優秀な指導者のもとに成長したアッシリアは、周辺諸国を侵略し、当時の国家軍の中では、最大の領域を誇るまでに至った。特に、 アッシュウルバニパル王は、領土拡大とともに、ニネペ図書館、またはアッシュウルバニパルの図書館と呼ばれる巨大図書館を建造、数万点に及ぶ年度版を保管した。それらは、当時の神話、歴史、文化などを知る上で絶大な貢献を果たしている。紀元前612年、新バビロニアとメディアの攻撃を受けて滅亡した。 アッシリア帝国が滅亡した後のメソポタミア地域は、シンバビロニア、メディア、リリア、エジプトなどの強国が乱立することとなった。当時は、アケメネス朝アンシャンという小国の一つであったが、アッシリア帝国の時代から存在していた。アケメネス朝、ペルシアにおいて、最も重要な人物はキロス二世、紀元前600年頃引く、紀元前529年である。 彼はエジプトを除くメソポタミア地域を統一し、二代目のカンビュセス二世がエジプトを征服した。この頃は中国も統一国家が現れていない。春秋時代の頃であり、ローマも大規模な都市を形成する以前の段階であった。まさしく世界最大の国家として君臨した。四代目のダレーオス一世はギリシア遠征を計画し、その後に続くペルシア戦争の火蓋を切るが、 近年の研究によって王朝の創始者である王キュロスの直径からアケメネス朝の四代目とされるダレーオス一世が定位を散脱したことがほぼ明らかになっている。つまり連綿と続く王朝ではなくキュロスの王朝とダレーオスの王朝に二分されているというのが実相であった。この後に登場するアレクサンドロス大王がペルシア帝国を滅ぼすことになる。 古代マケドニア王国のアレクサンドロス大王は、紀元前336年に20歳で王位に、ついた。父ピリッポス二世が活用したファランクス戦法を受け継ぎ東方遠征を開始し、エジプトを占領し、イッソスの戦い、ガウガメラの戦いなどで、ペルシア最後の王ダレイオス三世と激戦を繰り広げ、対勝した。アケメネス朝滅亡後、メソポタミア全域を征服したアレクサンドロス大王、 紀元前326年、さらに東方を目指し、インド遠征に乗り出し、インダス川を越えて、ポロスオーラと戦うが、その後、兵士の疲労により退却した。帰還した、アレクサンドロス大王はさらに、アラビア遠征を計画するも、紀元前323年、スーサで病に襲われ休止した。大王の東方遠征は、数々の逸話、伝説として後世に残され、マケドニア、 ギリシャ、エジプト、ペルシア、インドサ域にまたがる大帝国を築いた。大王は異なる民族を一つにまとめ上げようとし、例えば、ペルシアの兵士は、マケドニア式の訓練を行ったり、オリエントの女性と結婚した上、部下にもオリエントの女性との結婚を奨励したりし、ヘレニズム文化。しかし、大王の早すぎる死後、王位継承権をめぐって内戦が起き、 ディアドコイ戦争が始まった。ディアドコイ戦争後、分裂した帝国は、エジプトのプトレマイオス朝、シリアのセレウコス朝、マケドニアのアンティゴノス朝に分かれたが、これらは皆、後のローマの拡大に飲み込まれていくこととなる。ローマ帝国は、以後のヨーロッパにおける、帝国の概念の基礎、規範となった。ローマの場合、共和政時代後期からギリシア、北、アフリカシリアなどを支配し、 すでに帝国として成立していた。ユリウス・カイサルが、いわゆる帝政ローマの基礎を作り、アウグスティスが、初代、ローマ皇帝となったとされる。つまり、まず先に、ローマ帝国があり、それを治める統括者として、後に皇帝が生まれた。また、皇帝の誕生後も、名目的には、帝国の生態は、共和制のままで、ローマ皇帝とは、 ローマの元老院と市民に忠誠を誓い、法を遵守し、元老院と市民の利益を保護する義務と職務を受け負った市民のことであった。すなわち、ローマ帝国の存在は、ローマ皇帝の存在を前提としないのであって、ローマ帝国の帝国を皇帝の国と誤解させうる、ローマ帝国やローマ皇帝との和訳には異論がある。ローマ帝国は支配地域にローマ法、 ラテン語、東方ではギリシャ語併用など、ローマ、ラテン民族の諸文化を優れた建築技術をはじめとした先進技術と共に行き渡らせ、複数の民族を同化、統合して強大な勢力を作り上げた。その支配は、本土たるイタリアをはじめ、北、アフリカガリア、現フランスブリタニアイベリア半島、バルカン半島、アナトリア半島シリアエジプトに及び、 地中海世界とも称される文明圏を作り出すことに成功した。さらに、その最盛期には広大な領土の隅々に至るまで平和と繁栄をもたらし、俗にローマの平和、パックスロマーナとも人類が最も幸福だった時代、エドワード・ギボンのローマ帝国水防止とも評される安定を創出した。212年にはカラカラミカドによって帝国内の全自由民に ローマ市民権が与えられ、様々な宗教、文化を持つ民族が、ローマ人として統合されるが、これは結果として、ラテン系ローマ人の民族的結束を失わせ、帝国弱体化の原因となった。三世紀後半になると、ローマ帝国の政治的混乱は頂点に達し、インペラトールを名乗る者が、同時に何人もデするような事態となった。この事態を収集した四世紀の皇帝。 ディオクレティアヌスは、共和制の元首の延長であった皇帝を、ササンアサ、ペルシャ帝国のシャアのような完全な先制君主とする、こと帝国の統合を強化しようと試み、自らをドミヌス、主人と呼ばせた。彼の思想を受け継いだコンスタンティノス一世は、先制君主制を強化する一方で、三百十三年にキリスト教を公認し、 自らも改修することによって、キリスト教を帝国の統合の柱に据えようとした。ここに、共和制以来のインペラトルに、キリスト教の思想と、東方的な君主制度が結びつき、元老院、市民、軍隊の衰退を受けた、神の代理人である皇帝が、全世界の主として統治すという体制が築かれた。この体制は、ローマ帝国の後継国家である東ローマ帝国にも、 受け継がれ、さらに発展した。この強固な政教一致体制によって、東ローマ帝国は1453年まで生き続けた。初めて中国を統一した王朝、帝国は新王朝である。中国史上において、新の始皇帝が初めて皇帝を称し、また分裂した諸国を統一して、広大な領域国家を成立させた。 真に先立つ中華王朝としては、州と院が存在するが、どちらも現在中国と呼ばれる地域よりも、はるかに領土は小さく、そもそも都市国家連合であり、領域国家ではない。ただし旗はわずか15年の短命政権に終わり、その後は、漢王朝の時代となる。現在の中国の大多数を占める漢民族は、この王朝の名に由来する。東ローマ帝国は現代では、 ビサンチ帝国、ビサンティン帝国などのように呼ばれるが、これらはあくまでも古代との相違点を示すための、後世につけられた便宜的な故障に過ぎない。正式な国交は古代以来のローマ帝国であり、第4回十字軍の攻撃を受けた1204年まで、ギリシャ人を主役としながらも、スラブ人、アルメニア人などの民族を支配し、正教会を国教とする国家であった。 6世紀のユスティニアヌス一世の時代には、急にシローマ帝国領の一部を奪回し、ローマ皇帝による地中海全域の支配を復活させた。その後、イスラム帝国やランゴバルト人、スラブ人の信仰で領土を失うが、800年にフランク・オーカールがローマ皇帝に退官されるまで、名目上では西欧諸国やローマ教会を 総う試下に置いており、また十三世紀初めまではアナトリア及びバルカン半島を中心とした当地中海一帯を支配していた。千二百四年以降、滅亡する千四百五十三年までは、ギリシャ人のみの小国へと転落したが、古代ローマ帝国の継承者として、ローマ法や古代末期の体制を、また古代ギリシャローマ文化を基礎としながらも、東西の文化をギリシャ語、聖教会、 ローマ法でまとめ上げて融合させ、古代のローマ帝国とは異なる、独自の文明を形成した国家であったと言えるだろう。この国家では、皇帝は元老院と市民、軍隊の衰退を受けることが正当性の証であるという古代ローマ以来の概念と、皇帝は神の代理人、全世界の主、蝶の王である、アウトクラトール、先制君主として統治するという東方的な、 考え方が融合した体制をとっていた。これは、前述の古代ローマ帝国後期の体制が4世紀から8世紀までの約例令近くにわたって緩やかに変化しながら作られた体制であり、いつまでが古代ローマ帝国で、いつからが、いわゆる、ビザンチ帝国、ビザンティン帝国であると明確に決めることはできないこの帝国では、民族には関係なく、 正教会の信者で、コンスタンティノポリスにいる皇帝の支配を受け、ギリシャ語を話す者は皆ローマ人、公用語はギリシャ語だったであり、アルメニア人やノルマン人、回収したトルコ人など様々な民族が国家の養殖についていた。イスラム教やユダヤ教にも比較的寛容で、首都コンスタンティノポリスにはモスクまで作られるほどあった。なお、下記のように1204年の 第4回十字軍がコンスタンティノポリスを陥落させて建てたラテン帝国及び東ローマ帝国の皇族たちが建てた亡命政権も帝国と称される。西ヨーロッパ諸国は古代末期から8世紀までは名目上コンスタンティノポリスにいるローマ皇帝の権威に服し各国の王は皇帝の代理として急に市ローマ帝国領を統治するという形態をとっていた。しかし、 7世紀以降イスラムやスラブ人の信仰によって、コンスタンティノポリスの帝国政府の力が弱まり、また、ローマ教皇とコンスタンティノポリス総主教の宗教的対立や、ラテン語圏の西欧とギリシア語圏の東ローマの文化的な対立などから、旧東西ローマ帝国の亀裂が深まっていった。そこで、ローマ教皇は、フランク・オーカールをローマ皇帝に体感し、 コンスタンティノポリスの皇帝からの独立を図った。これがカール大帝の西ローマ帝国であり、その後継者を名乗る神聖ローマ帝国である。これらの帝国は古代ローマ帝国の理念の影響を受けてキリスト教世界全体を支配する帝国という理念が打ち出された。このため西欧では皇帝の称号はドイツの王のみに与えられ、名目的には フランスやイングランドなどの国王よりも格上とされていが、その権力は王と同等のものと規定された。神聖ローマ皇帝が実際に支配したのは最大の時で、現在のドイツオーストリアスイスベネルクス三国、北イタリアブルグンとブルゴーニュなど、フランス東部の戦前までドイツ人地域であったところで、都市付きを減るにつれて領域はドイツ語圏のみになり、国名も ドイツ国民の神聖ローマ帝国という名前になった。後に神聖ローマ帝国の両方君主である、ホーエンツォレルン家は、プロイセンシレジアポーランド西部に、ハプスブルク家は、チェコスロベニアハンガリーなど非ドイツ語圏に支配領域を拡大しが、それら領域は神聖ローマ帝国の領域外とされた。ちなみに、ホーエンツォレルン家は、後に王号を名乗るが、 神聖ローマ帝国の領域外におけるプロイセンの王という扱いで神聖ローマ皇帝から認められた。また、ドイツ国内ではもともとゲルマン人の選挙王政の伝統が残っており、また各地の諸行の力が強かったため、実際の皇帝権力は弱かった。さらに三十年戦争の後には帝国内の各諸行領両方に主権が認められたため、 帝国の権威が衰退した。このため、フランスの思想家ボルテールは、神聖でもなく、ローマでもなく、帝国でもなかったと告評している。従来の歴史学における評価では、中央集権化に失敗しドイツ統一を遅らせたとして否定的に捉えるものが主流であったが、近年は帝国の諸制度への研究が進み、見直しの論が出てきている。植民地を持った。 創始国と植民地の相対は植民地帝国、これにあるエンパイアとも呼ばれる。イギリス国王はインド皇帝も兼任している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。